はい、どうも、キープオンリーワンラブ FK です。おはようございますですかね。現在時刻は、6時39分です。その6時39分なんですが、と。ですね。今日はね、また F 川刑事のシリーズをね、ちょっとやっていこうと思います。とりあえずね、タバコ吸いながらやっていきましょうか。で、この赤ブラ吸いながらやっていきますね。その F 川刑事に関してなんですけど、1週間前の話になるんですけど、ちょっと京都の某心霊スポットに後輩と2人で行ってきました。行ったっていうか、目の前で帰ってきて、目の前まで行って帰ってきただけなんですけど、はい。どういういきさつで行ったかっていうとですね、その日の夜、私と後輩は、たまたま、峠で遭遇しまして、走ってたんですよ、一緒に。あ、もちろんバイクでですよ。ランじゃないですよ。足で走ってたわけじゃないですよ。バイクで走ってました。で、そこから、じゃあ心霊スポットに行きたいなっていう話になりまして、私、嫌々だったんですが、行ってきました。で、まあ、はい。名前は伏せますが、某トンネルということにしておきます。某トンネルに行くわけなんですが、下山するとき、すっごいなんか、あ、今日ダメな気がする。ちょっとやばいんじゃないか、これって、思ってたんですよね。はい。で、途中で雨降ってきてるんです。雨が降ってきました。その雨も無視して、ブーンって走ってって、ちなみに4発2台で走ってました。バイク好きな人は分かると思いますけど、ホンダのホーネットと私の、まあ、台車のインパルス400で走ってました。はい。で、インパルスが途中で重くなったんですよ。はい。本当にすごいズシッてきて、重たいなこれと、なんか普段走ってる時よりも重たいぞこれとか思いながら走ってたんですよ。そしたら、まあ、トンネルの前に着くわけなんですけど、トンネルの前に着いたら、まあ、そこのトンネルって前に信号あって、そこが青だったら入っちゃいけないってなってたんですけど、青でした。あ、これはいかんなと、何か呼ばれてるなこれって思って、その場で即引き返しました。後輩は笑ってましたけど、私本当に息苦しさと寒気が尋常じゃなかったです。っていう何の変哲もないお話でした。ちなみにですね、私、バイト先の常連さんの霊感ある人に、心霊スポットには行かないようにと釘を刺されておりました。どうやら私、引き寄せやすい体質らしいです。怖いですね。多分そろそろインパルス返しに行くと思いますけど、返したくないっす。もうすごい乗りやすいバイクですね、インパルス。重たいですけど。ちなみにこの時間まで何をしていたかというとですね、日暮らし見てました。日暮らしの泣く頃にっていうアニメですね。原作は竜騎士07さんっていう人が作った同人ゲームでした。はい。それをやってたわけで、それのアニメ版をの2期を見てましたね。日暮らしの泣く頃に回、祭り囃子編を見てました。ちょうど半分ぐらいですね。残りの半分は、最終章祭り囃子編っていうことなんですけど、まあ、見たこともない方が、見たことない方もいると思うので、ネタバレは控えたいと思います。はい。まあ、この話はおいおい雑談でやっていきたいと思いますと。はい。というわけで今回の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。じゃあね。